口だけで終わるのでしょうか。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ロシア議員が北海道の権利はロシアにありと主張。なんか隣の大国と同じことを言ってきましたね。自国の勝手な論理でウクライナに侵略したロシアが今度は北海道にも手を伸ばしているようです。第二次世界大戦後にスターリンが北海道北東部の土地を要求しましたが、その時はアメリカが拒否したためソ連は断念せざるを得ませんでした。プーチン大統領は2016年11月に生中継されていたロシアのテレビ番組で9歳の少年に対し、ロシアの国境は無限だよ、今のは冗談だけど、なんてシャレにならない冗談を飛ばしていましたが、やっぱり本気だったのかもしれません。ヨーロッパでの戦争がアジアに飛び火した第二次世界大戦のように、日本は今危機的な状況に陥っています。まだ間に合えばいいのですが。こちらではこのニュースについての考察や深掘り、また海外の反応などをお伝えしていきますね。4月7日付 J キャストニュースによると、ロシアのウクライナ侵攻に対して日本も制裁措置を次々に打ち出す中、ロシアの国会議員から日本を非難する声が出ている。問題の発言の主は中道左派の野党公正ロシアの党首を務めるセルゲイ・ミロノフ氏。公正ロシアは21年の下院選で27議席を獲得し、与党の統一ロシア、野党の共産党に次ぐ第3党だ。ミロノフ氏は4月1日、日本はロシアに対して繰り返し、クリル諸島、北方領土と千島列島に関する主張を繰り返してきたが、一部の専門家によると、北海道の全権はロシアにあるという、とツイート。現時点でモスクワではこの話題は提起されていないが、日本政府の対決路線がどこに向かい、ロシアがどう対応しなければならないかは不透明だ。日本の政治家が第二次世界大戦の教訓と関東軍の運命を完全に忘れていないことを望んでいる。さもなければ記憶を新たにせざるを得なくなるだろう、と警告した、と報じています。宣戦布告とも取れるこの発言、私はゾッとはしましたが、驚きはしませんでした。日本との平和条約締結交渉もロシア外務省によって中断されてしまい、ロシアの非友好国に日本が指定されてしまった今、敵国となった日本にロシアはさらに脅しをかけてくることが予想できたからです。北海道もウクライナと同じように侵略されてしまうのでしょうか。普通に考えればこのようなことは起こるはずはありません。ただウクライナ侵攻の時にはほとんどの人がキエフへの侵攻はないと断定していたことを考えると、やっぱり当事国の立場から考えると少なくともいや、ないでしょう、と楽観的に考えるのではなく、特に命が関わる可能性があるだけに最悪を想定して準備をするということが必要です。そして今、ウクライナでは私たちと同じ無垢の市民たちが今もあのような状態にさらされていることを考えると、やはり日本の立場としてはロシア側を擁護するわけにはいきません。今回は一議員の発言に過ぎませんが、プーチン大統領に近い議員、そして大国の政治家の発言ということからも、例えば韓国政府の発言とは意味合いが全く異なります。私たちに今できることは、まさかの事態が起こった時に自分はどうするのか。すぐに答えは出ないかもしれませんが、国民として急いで考える時期に来ているのだと思います。ロシアが動けば中国も動くと考える方が自然なので。ロシアのウクライナ侵略、プーチン大統領が掲げた特殊軍事作戦の目的は、ウクライナの非軍事化と非ナチ化です。ウクライナ東部に住むロシア系住民を保護するため、なんて言っていましたが、2008年のジョージア侵攻もロシア系住民の保護のため、2014年のクリミア侵攻もロシア系住民の保護のため、
このように他国に侵略する際のプーチン大統領の常套句は住民の保護であることは言うまでもありません。この理屈を用いればプーチン大統領が北海道に住むロシア系先住民族アイヌの保護のためとして北海道を侵攻してもおかしくないということです。そして侵攻するための下準備はすでに水面下で進められているようです。例えば北海道新聞の電子版では今から14年も前の2008年5月28日付の記事で、アイヌ民族の伝統を取り戻し民族としての復権を求める団体がロシアのカムチャッカ地方に誕生したということを報じています。そしてこの団体の代表は北海道のアイヌ民族から交流の打診があったことも明かしています。ロシア国内におけるアイヌ民族の復権は私たちの知らないところで着実に進められていたのですね。それから約10年後の2018年12月11日、モスクワで開かれた人権評議会では、プーチン大統領はクリル諸島、北方領土を含む千島列島などに住んでいたアイヌ民族をロシアの先住民族に認定する考えを示したことを北海道新聞は報じています。北海道新聞のこの記事はリンク切れになっており、原文に当たることはできなかったのですが、Facebook のアイヌコミュニティにその記事が転載されていますので、そちらからは閲覧可能です。ロシアの動きに対応したのかどうかは分かりませんが、2019年4月19日には、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律、通称アイヌ新法が国会で成立しています。衆議院のホームページの法律の概要によると、法律の目的規定にアイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である旨を明記することとなっています。つまりアイヌは北海道の先住民族であると強調しているのです。もしアイヌ民族をロシアの先住民族と認めれば、北海道にいるアイヌを保護するという大義名分でロシア軍が北海道に侵攻することが可能になってしまいます。そんなことはありえないはずなのですが、今のウクライナを見ているとロシアは何でもしてくるような気がします。もしかすると日本はアイヌは北海道の先住民族であると法律に書き込むことで日本を、そして北海道をロシアから守ろうとしたのかもしれません。私自身ちょっといいように解釈しすぎている気もするのですが、ただこの法律ができたことで新たな利権、例えば北海道ではアイヌ団体が先住民族に漁業権を認めよと国と北海道を相手に訴訟を起こしたり、そのような類の新たな問題が発生しています。通称アイヌ新法は諸刃の剣ということなのかもしれません。北海道札幌市を拠点に活動するあるアイヌ関連の団体は、プーチン大統領宛ての要望書を2019年1月11日付で送付しています。現在ホームページから削除されているようですが、ネット上には魚拓は残っていますので、検索すれば簡単に出てくるのですが、念のため以下にその要望書の一部をご紹介いたします。尊敬する大統領閣下、中略。私たちは日本領の北海道島で生まれ育ち、中略。アイヌはオホーツク海を取り囲む北海道島やクリル諸島、カラフト島、カムチャッカ地方の先住民族であり、19世紀以降、帰国と日本国との間で生活圏を分断され、圧倒的支配を受けながら150年にわたって非常な労苦を強いられてきました。と記載されています。日本領の北海道島って、このような言葉は初めて聞いたのですが、これ、めまいを起こすには十分すぎる内容ですよね。この要望書にはプーチン大統領にクリル諸島をアイヌ民族の自治州、区としてくださいと書かれています。この市民団体はどのタイミングでこの要望書をホームページから削除したのかは分かりませんが、削除前に魚拓されたこの要望書が現在ウクライナへのロシアの蛮行と相まってかなりの勢いで拡散されています。個人的にはアイヌのこのような動き、琉球独立運動と重なって見えてくるのですが、彼らの動きには今後十分気をつける必要がありそうですね。
最後になりますが、冒頭のセルゲイ・ミロノフ氏は、どの国にも願望があれば隣国に領土要求を提出することができると発言しているのですが、言葉を変えれば国境線そんなもの関係ないねと言っているのと同じです。プーチン大統領に対しての日本を威嚇してますアピールなのかもしれませんが、こういうことが平然と言えること自体が怖いです。南シナ海に九段線を引いたあの国と重なりますよね。私たちは北海道をロシア、そして尖閣諸島と沖縄を中国に狙われ、また空からは北朝鮮のミサイルが降ってくる可能性がある中で生活しています。国家存亡の危機として、私たちは国防について今真剣に考えなければならない時期に来ていることはもはや疑いようがありません。今回のロシア議員の発言には海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。ロシアが無意味な戦争を起こして一般国民を不幸にしようとしていることに苛立ちを感じます。あのポンコツロシア軍が日本、ウクライナの二正面作戦なんてできるはずがありません。ロシアは今後北海道付近での軍事的プレゼンスを向上し、演習の回数を増やすでしょうね。日本にはアメリカ軍がいるんだから、ロシアにふざけた真似なんてできないよ。最近まで日本とロシアの間で平和条約交渉が行われていたことが不思議です。時間がかかりすぎたと思います。ロシアの領土拡張の欲望は無限大ですね。あんなに大きい国なのにまだ領土が欲しいのですか。日本は愚かではありません。彼らはロシアの崩壊をじっと待つでしょう。あと3年、いえ10年かかるかもしれませんが、日本はロシアが確実に崩壊することを理解しています。プーチンがウクライナに対して使った理論を日本に使えば、日本侵略を正当化できますね。日露戦争シーズン2か。デンマーク近郊を航行中にロシアのバルチック艦隊が日本の魚雷艇に襲われるのを楽しみにしています。ロシアには友達がいないからね。日露戦争と同じ結果になるんじゃないの。ロシアのおかげでドイツと日本が目覚めたようですね。誰か急いでイタリアが目覚めたかどうか見に行って。なんとなく世界の国々は日本人と戦いたくないように見えるんだけど、日本人は静かで無口で礼儀正しいくせに、なぜかそれが弱さとは見なされません。彼らはやると決めたら徹底的にやることを世界は知っているからです。確かに核武装すると決めたら、あっという間に核兵器を作ってしまいそうな国だからね。日本はロシア経済が崩壊するのを待っているのが得策です。ロシア経済が崩壊したところで、あの島々を買い取ればいいのです。4月7日午後の官房長官会見で、北海道新聞の記者が、アイヌの少女が登場する漫画ゴールデンカムイが間もなく完結するが、アイヌ政策のご担当として意見をいただきたいと質問しました。確かにゴールデンカムイはとても面白く、私も時々アニメも見るほどには好きなのですが、でもこれって官房長官会見で質問することなのでしょうか。時事通信や毎日新聞がこのことを報じていましたが、質問した記者がどこの所属なのか書いておらず、 YouTube で官房長官会見を見たところ、北海道新聞の記者だと分かりました。もちろん異論はあるのですが、どうせならアイヌは北海道の先住民族ですか、それともロシアの先住民族ですか、くらいの質問をしてくださいよ、北海道新聞さん。皆様のご意見ご感想お待ちしています。いいね評価やベルアイコンを押していただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。